はい、この間ね、方針会でですね、まあ、話したことでもあるんだけども、あの野崎君がね、最後にいいこと言ってたなと思ったわけで、それ何かっていうとさ、彼はさ、しばらくスランプに陥ってた時があって、で今こうね、ね、仕事がさできるのかってなってきたよね。でそこのさ、できる時とできない時の違いって何かっていうとさ、結局ね、行動管理なんですよ。でね、行動管理っていうのは何かっていうと、ね、やるって決めたことをやるってことでね、やるってことを行動管理に落とし込まないと、結局ね、気持ち的にやるって決めてもできないんですよ。でね、いつも言うように、やれるっていうのとできるって、やれるっていうのとやりたいっていうのは全く似てるけど、次元が違う話じゃん。だとね、やりたいっていうのとさ、やれるも全く同じように聞こえるけど違うんですよ。でね、この間ちょっとね、去年、先月の人たちね、で、スランプに陥ってる人たちに、これとこれとこれをやったらどうだろうって言って、で、結局確認したらさ、できてませんの話なんだね。でもやるって言ったんですよ。でもやるって言ったんだけど、できなかった理由って何かっていうと、本当言うと、やるって言った時の意思決定が、ね、要するに、本当はやるって決めてなかったってことなんですよ。で、やるって決めたら、普通はね、やるために何をするかっていうことを行動に落とし込むじゃん。で、それをさ、実行しながら少しずつ進めていって、で最終的には物となって出てくるよね。例えば、ね、まあ、今日もほら出版社の打ち合わせがあってさ、で、ね、今度、ね、5月に、ね、新刊を出版します、ね、でいうことでさ、いろんなスタッフが一緒になって動いてるよね。でこれは行動しながら、全部チェックしながら、やってるから、ね、最終的にはさ、本となって出るわけじゃん。で、前はさ、他の出版社ではさ、ね、先生これ書いてくださいよって言われて、あ、分かった分かった、ね、じゃあその近くからねって言って、僕もね、書くとは言ってるんだけど、とかさ、予定がさ詰まってきて書けないってことになると、出版も遅れてしまうし、頼まれてる出版物今3冊もね、放置されてる状態なわけじゃん。でさ、それはね、何かっていうとさ、実は僕はね、やりたいと思ってんだけど、実際にさ、じゃあそれをやるためのね、時間をどうやって作ろうかってところの段階でしかまだね、進んでいないんですよ。ところがね、朝日新書の場合は、やるって決めたら、じゃあ足りない部分はこうしましょう、あいましましょうね、どんどん結局はできる形になるよねってことでね、僕の場合だとさ、いろんなことね、やって会社もいろんなことやってるしね、要するにいろんな会社もやってるわけじゃん。でその会社ごとにさ、やらなきゃいけないことっていっぱいあるわけですよ。でそれに基づいてさ、今ここの部分やってるとさ、こっち側がおろそかになることあるよね。で前回もそうなんだけど、まあね、要するにこう、ね、当然これはやってくれてるよなと思ってることが結局はできてなかった理由っていうのは、やるって言ったこととか、やってますっていう報告とかが、実はね、その、ね、本来、要するに、ね、本人たちが思ってる心象だけであって、具体的な行動に落とし込んでなかったってことが敗因だなと思ってるわけ。だ今、ね、具体的にじゃあ、ね、これしようあれしようってやるところでスタッフを変えて今やり替えたらうまくいったんでしょってことでね、建築工事についてもそうだよね。要するに会社はあるんだけど、やるって決めて、ね、じゃあどういうふうにして、仕事を受注したりどういうふうにしてっていうことまでは落とし込んでないわけですよ。ただ空想の世界でこれをやったらいいよねっていうだけだから、逆に言うとそれはいいよねってみんなで言うだけで何も進まないってこと。だ具体的に何を、ね、どのようにするかっていうことをまずやるって決めたら、ね、意思決定をして行動に落とし込まなきゃダメなんだってことでね、それね、ちょっとまあある人から言われたんだけど、それね、僕だからできることなのかもしれないよって言われちゃう。でそれ周りの人が全部できるとは限らないよって言われたことあるんですよ。でもね、そうじゃないと思うんだよね。僕は人間能力ってさ同じだと思ってるし、問題はそのやるって決めたことに対しての要するにさ集中力だとか、ね、要するに行動計画だとか、それの要するにスケジューリングだとか、ね、やることで逆に能力って高まるはずなんですよ。でだから物事 ね、ねやるときにはさ、ね、まずこれをやりましょうって決めたときに、じゃあ何を具体的にどういうふうにしていくと、ね、こうなるよね、じゃあこれをやってみましょうってスタートした段階から物事はそこに集中してね行われるから、やるべきことっていうのはクオリティがどんどん上がるんですよ。で最終的にこれをやりたいって思ったものは繰り返し繰り返しやってる時に出口としては思った以上のものになるってことあるんだよね。でそれは何でかっていうと、毎日そのやるって決めたことを
考えながら行動することで、要するにあの、ね、成果となって出てくるものは全く違うものになってきますよってこと。でそれはね、あの細かいことの積み重ねなんですよ。で、ね、僕はあの時間っていうのはね、1日24時間しかないと思ってるわけで、昨日もね、いろんなことやるべきことあったんだけど、ね、原稿の構成しなきゃいけないから、パソコン持ち上げてさ、どこ行くときでも、ね、あのちょっと頭の切り替えのときに仕事してるわけ、ね、で飯食ってるときも、ね、あの要するに飯食う時間と、要するに車の修理に出す時間と考えると、修理工場に行って車出したときにそのまま飯食った方がいいよねってスケジュールに組むわけで、1秒たりともね、休みのときでも無駄な時間使わないんですよ。で無駄な時間というか、ぼーっとしてるのも一つはね、無駄な時間でもないと思ってるわけ。それは考えながら時間を使ってるのね。でそれはさ、どういうことかっていうと、要するにさ、やるべきことの優先順位を考えながら、1日24時間自分のさ、ね、要するに、ね、この24時間とみんな公平なわけじゃん。でこれの使い方だと思ってるんだよね。だから僕は小さい時から、まあ、小さい時とか、ね、自分でね、学生時代にね、起業した時もそうだけど、時間っていうものに対しての執着が他の人と違うのかもしれないと思ったわけで、だから逆に言うと、無駄な時間を過ごすんだったら、ね、有効な時間を過ごして、要するに自分の身になることを考えようっていう、ね、行動をとってたことでなんとなくそういう癖がついちゃってるのね。でこれね、癖なんですよ。つくとそのまんま同じ行動計画ができるってこと。ただし逆に言うとね、つかないとダラダラと無駄な時間を過ごしてしまう。ね、あとつかないとダラダラと労働だけであって仕事にならないってことなんですよ、ね、労働時間ってみんな一緒だよね。でもさ、仕事の時間っていうのは同じ24時間だけど、仕事の時間って全然違いますよってこと、うん、要するにね、労働時間と仕事の時間違うからね。でそう考えると、仕事に集中してやるってこと、労働しながらも仕事に集中してやるってこと、ね、あの物事、ね、事務手続きだってそうだし、物事何やる時でもですね、これを仕事と思って考えた時にどういう成果を出すかってことがすごく大事だなと思うんだよね。でそれはね、根本的にこう突き詰めていくと時間の使い方だと思うんですよ。で僕は多分僕は無駄話してるとこ聞いたことないでしょ。ね、一言二言かけることあるかもしれないけど、要するに無駄話ってしてないよね。なんでかっていうと、無駄話するとさ、僕だけの時間の無駄だけじゃなくて他の人の時間も、ね、要するに食っちゃうってことなんですよ。だから僕、仕事の時は仕事をしに来てるから、仕事のこと以外は、ね、要するに、ね、無駄話しないと思うよ。多分聞いたことある人いないと思うよ、うん、で遊びの時は、ね、思いっきり遊ぶようにしてるよね。なんでかって言うと、せっかく遊びの時間なんだから、ね、楽しもうぜって考えるから、楽しむ思考回路で無駄な時間を過ごさないってこと。で常に自分に対して無駄な時間って過ごさないんですよ。だから人に対する、ね、無駄な時間も過ごさせないっていうことだと思うね。それはね、結局どうなってるかっていうと、いろんな人との絡みがあって、その中で無駄な時間を過ごさないためには、やっぱりお互いのスケジューリングをしながら無駄な時間を過ごさないで仕事に専念するってことが一番いいんじゃないかなと思うね。ぜひやろうと思ったことはさ、きちっとスケジューリングに落として毎日行動して結果を出すということなのね。これぜひね、皆さん考えながらやってもらいたいなと思うね。ぜひ野崎君のそのね、一言をですね、考えるとね、本人ようやくなんとなく分かったようなんだけど、俺ずっと言ってるはずなんだけどさ、なんとなくようやく分かったらしいんで、まあ成果を見たいなと思ってます。まあ以上でね、皆さん仕事っていうのはね、我々ここに来てるのは何しに来てるかって言ったら、仕事をしながら成果を出すっていうことで来てるわけだから、その辺をね、よく考えて行動を取ってもらいたいと思います、ね、お願いします。以上。